シャツなんですけど、ブルゾンとしてもお楽しみいただけます。イングリッシュの T にシャツのスタイリングが完成します。今回はですね、白で合わせております。はい、どうも、バセドウメンバーです。今日はですね、こちらもう見て分かる通りですね、ザ・レターズ。こちらをですね、紹介していきたいと思います。で、アイテムをですね、紹介する前にですよ、重大発表というかですね、5月の13、14、15の3日間で、ポップアップをですね、開催いたします。もちろん、店頭にございます、レターズの商材に加えてですね、メーカー側から、うちが入荷してないアイテムだったり、販売しているアイテムの方をまたお借りしてですね、さらなる、物量と、そして、デザイナーの、迎え出しをお呼びしてのスペシャルな3日間になりますので、ぜひ皆さん、このお休みの時はですね、バースに立ち寄ってみてください。でですね、今日紹介するのはもちろんレターズの中でですね、春夏今季の期待、カラーリングといえばですね、エクリですね、ホワイト系のカラーリングというのがですね、レターズの中でも非常に目立っておりました。キーカラーでしたね。そしてまあ、気分的にもこういう明るい色を着たいっていう方はすごい多いんじゃないかと思いまして、今日ご紹介するのはですね、明るい、淡い色のですね、トップスがシャツですね、シャツブルゾンと、パンツをですねご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このバーセーチャンネルですね、福岡市中央区大名にありますセレクトショップバーセーのチャンネルとなっております。19時に配信しておりまして、内容としては洋服の紹介、スタイリングの紹介、シルバーアクセサリーのオカン、シルバースミスやトゥアレグチュエリー、香水のサノバ、そしてスーパーセブンティースリーアルコンといった e バイクですね、こちらを紹介しているチャンネルとなっておりますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録といいねボタンしていただけるとですね、非常に励みになりますので、ぜひよかったらお願いいたします。それではですね、アイテムの方紹介していきたいと思います。それではですね、アイテムの方ご紹介していくので見てください。このバリエーションですね、すべてエクリ系のカラーですね、ずらーっと並べてます。レザーからブルゾンからコートからパンツからシャツまで非常に幅広くあります。そして今日僕が紹介するのはですね、こちらのチェックシャツブルゾンタイプですね、カッティングのシャツブルゾンですね、新型でございます。とこちらの、はい、ウエスさんのワークパンツですね、こちらですね、今回はご紹介していきたいと思います。皆さん、このアイテムどちらも非常に使いやすいからですね、スタイリングの方までしっかり最後までご覧いただきたいですね。まずは、ここからアイテムの方をですね、どんなものか紹介していきたいと思います。それではアイテムの方ご紹介していきたいと思います。まずはこちらのシャツですね、はい、カッティングシャツ新型でございます。で、今までのカッティングシャツと比べてですね、はい、V の位置はさほど変わっておりません。しかしですね、丈ですね、丈感の方をいつもだったら、まあ、ラウンドだったりとかで少し長めに取るんですが、そこをカットして、フラットにして、短丈にしておりますので、シャツなんですけど、ブルゾンとしてもお楽しみいただけます。ここ、非常に大事ですよ。今までだったらですね、シャツ1枚さらっと羽織るスタイリングだったのを、ブルゾン感覚でいけちゃうと、非常に優秀なアイテムですね。で、見ていただくと分かる通りですね、こちら、オンブレチェックですね。はい。で、エクリュっぽいカラーリングとですね、黒の、オンブレチェックで、以前ですね、こちら、スタンダードタイプの方を、ご紹介しておりますので、ぜひ、気になる方はですね、こちら、貼っておきますので、よかったらご覧いただいてください。形違いですね。で、素材は、同じく、これ04ですね、04の、非常に滑らかな素材となっております。これですね、着てみるとすごい肌当たりがいいんですよ。そして見てください、このバッグですね。で、チェックシャツですね、まあ、僕たちチェックシャツ大好きなんですけど、こういうですね、つなぎ目のところを見ると非常に燃えるわけですよ。これ見てください、非常にしっかりと柄合わせをしてあるですね。ここがですね、結構ずれてるところってあったりするんですけど、レターズは抜かりないです。バチッと合わせてる。ここのかっこよさですね。こういうところにですね、チェックシャツ好きは燃えちゃったりするわけなんですよ。はい。で、そして、こちらですね、ボタンは、今季のボタンはどれもですね、スクエアじゃなくて、あえてこう、ラウンドタイプですね、丸型の、ボタンに変更しております。はい。いいですね。こちらシャツはこの辺にしてですね。はい。引き続きですね。続きまして、こちらの、はい、ワークパンツですね。こちら新型の、ウエスタン型の、ワークパンツでございます。
素材は、以前ご紹介しております、コートと同じくですね、コットンレイヨンのヘリンボーンでございます。こちら気になる方はぜひよかったら見てみてください。こちら組上というかですね、同素材のコートでございます。はい、でこれ見ていただくと分かるんですけど、ベルトループだったりですね、これポケットの、カッティングカットの仕方とかは、ウエスタン仕様になっております。でここにボタンをつけて、で裏側ですね、こちらはいフラップのところにもボタンをついております。こういうところがですね非常にかっこいいですね。非常に雰囲気があります。タックインしたスタイリングの時などに腰回りがすごくかっこよく映るわけですよね。でこちらですね、かっこいいのは外もそうなんですけど中見てください。こういうところもですね抜かりなく、レターズの今期から、つけておりますですね、こういう柄をですね、ウエスタン柄を惜しげなく使っておりま す。 だからですね、外もかっこいいし内側もかっこいい。レターズはですねもう抜かりない細かいところまでどこを取ってもかっこいいというのがレターズでございます。いやもうこれだけでうっとりしちゃうんですね。もうすでに欲しいよっていう方ですよ、こちらオンラインストアの方、掲載しておりますので概要欄の方から、ご購入できるようになっておりますので、ぜひよかったらこっちの方もチェックしてみてください。じゃあそれではですね、こちらアイテムの方スタイリングしていきたいと思います。早速まずはですねシャツの方着用しております。もうシンプルに入ってたこれインディゴのデニムと白の T シャツ、そしてシャツを羽織ってるだけですね。もうデニムに白 T にシャツを羽織るだけでスタイリングが完成します。見てください、この感じです。非常にシンプルながらかっこいいですね。そして着心地はもう言わずもがな、非常にソフト。まあこれ寄ってみていただくと分かるんですけどね、これ04なんですよね。04の滑らかさがあり、そして非常に生地は柔らかいからですね、これ見ていただくと分かるんですけど、かなりシワにもなりにくい04になっておりますね。なのでガンガン使っていただいて、構いません。そして僕が着用しているサイズがこちらで M なんですけど、M だと結構ゆったりめですね。今袖1回折り返してるんですけど、戻すとこれぐらいの、まあ、ゆったりとした、サイズ感でございます。なのでですね、まあ、僕だと大体、まあ、普段 S を着ることが多いんですけど、あえて今回 M を着用しております。皆さん、サイズ M だったら175だったりとか、まあ、180ないぐらいの方まで、しっかり着ていただけると思いますね。でこの丈感ですね、この丈がゆえにブルゾンとしての見え方にもなるんですね。そしてボタンを閉じてみますね、閉じてですよ、これ寄っていただくと分かるんですけど、ここはですねヨークの入り方が、これ見てください、通常のシャツだと肩からこう入るんですよね。なんですけどブルゾンとして見えるようにですねヨークの入り方がこういう入り方になってるわけですよ。これ多分見えますかね。なので非常に印象としてもブルゾンに近いような感じになるわけですよね。いや今回も発明ですね。非常にいいシャツとしてもブルゾンとしてもいける。でまだですね夜なんて肌寒い時にはですねこの上から1枚パッと羽織ってシャツっぽい使い方をして、暖かい時暑くなってきたらですね、タンクトップだったりとかにこれ1枚パッと羽織る、そういった使い方で長くシーズン通して着用できると思います。そして夏が終われば秋口ですね、秋口のショートブルゾン的な形で使っていただいて、冬のですねインナーとしてももうほぼオールシーズンいけちゃいます。いやかなり優秀なシャツです。でまあ、色的にはですね、まあ、黒のパンツとか、夏だったらですね、レイオンのスラックスなんかでさらりと合わせるだけでも非常にかっこいいですね。でこちらお値段の方がこっちに出しておきましょうか。このお値段です。これでこのお値段、ブルゾンでこの値段ですからね、皆さん非常にお買い得ではないでしょうか。で、こちらですね気になる方はオンラインストア掲載しておりますので、ぜひよかったらこちらの方からご購入してみてください。サイズ感だったり気になる方はですね、概要欄の方にインスタグラムの、リンク等貼っておりますので、そちらの方でもご質問してみてください。じゃあですねここからはパンツの方をご紹介していきたいと思います。はい、まずはですねこちらパンツ履き替えました。どうでしょうか、このルーサー質感色の雰囲気完璧です。こういう感じですね。で僕が着用しているサイズでこちらサイズ S ですね。もう S 非常に、まあ、ちょうどいいというか、ゆるさもちょうどいいですね。丈の長さも非常にちょうどいい。そしてウエストはですね結構ゆとりがあるからですね、まあ普段レターズのパンツ例えばですね、まあ、M とか履いてる方とかだったらウエストちょうどいいぐらいのサイズ感ですね。通常の S よりも若干ゆるくは作ってるので、まあ、僕はベルトで締めて着用しております。いやこれですねすごい履きやすいですよ。そして、股上ですね、結構股上深めに、なっておりますので、まあ、僕はですねハイウエストで履いて、楽しんでおります。いやいい質感で、これはですね真夏もいけちゃいます。
そして、まあ、ワークパンツ特有の何でしょうね、まあ、このヘリンボーンの質感ですね。綺麗な美しい、なんかワークパンツだけど野暮すぎない綺麗な作りになっております。で今回ですね、まあ、以前こちらご紹介しております、ディジットの、ディジット間違えました、ワンウォッシュですね。ワンウォッシュの、デニムシャツで合わせております、まあ、デニムとこういう白ですね、非常に合いやすい色でございます。そしたらですね、ここからですね、もう少しイメージを湧くようにですね、スタイリングちょっと変えていきたいと思います。今回はですね、白白で合わせております。このナチュラル感ですね、真っ白じゃない分ですよ、非常に柔らかく見えます。パキッとしない分、皆さんオールホワイトでも合わせやすいと思います。で足元とかにですね、まあ、黒だったり持ってくるだけでまとまって見えるからですね、逆に、まあ、インナーを黒とかにして、まあ、重さを出してあげても非常にいいです。このカラーリングですね、皆さん今季ぜひやってみてください。まあ、この余裕のある大人なエクリュカラーのホワイトコーデですね、いいですね。でこちらですね、先ほど着ておりました、ものと同じこういうショートブルゾンのタイプのチェックシャツですね。はい、今回ですね、着用しているアイテムは全てこちらオンラインストアの方に掲載しておりますので、ぜひ、気になる方はですね、ご購入してみてください。まあ、細かいサイズ感気になる方はぜひインスタグラムの DM だったり、オンラインストアの、お問い合わせ欄からぜひ、コメントしてみてください。最後まで見てくださった皆さん、誠にありがとうございました。今はですね、春夏のアイテムがガンガン入荷してですね、店頭は非常にいい状態になっております。ぜひ皆さん、この機会にレターズの雰囲気をより楽しみに、味わいに来てみてください。ありがとうございました。最後まで見ていただいて、ぜひまた次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。